ニレは、日本海軍の駆逐艦。仮四4809号艦、立花型駆逐艦2番艦として、舞鶴海軍交渉で建造された。艦名は、ニレ科の樹木の総称のこと。艦名としては、モみ型駆逐艦の3番艦、ニレに続いて2代目。春工後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入。瀬戸内海に開港され訓練に従事する。 4月25日付で、第31戦隊第52駆逐隊に編入された。6月22日、クレで B-29 の爆撃を受け損傷し、戦死25名を出す。爆弾は艦室に直撃して、機械室にも被害を与え、17ノットの速力しか出なくなった。このため、7月15日付で、第52駆逐隊から外されて、 特殊警備官となり、駆逐官長、下田高少詳細課前上院は、カバに移動した。官は、クレ鎮守府部隊クレ防備戦隊に編入されたが、若干の保安員以外は、上院なしのまま終戦を迎えた。10月15日除籍。戦後は、クレで、浮き桟橋として使用されていたが、1948年1月から、ハリマ造船クレドックで解体に着手、4月20日に、 解体は完了した。艦長たちの軍艦誌369ページによる。下田な雄少佐翔佐1944年12月25日。下田な雄少佐翔佐1945年1月31日。7月15日。退官。かばえ。ありがとうございます。